黒島結菜は、2024年1月16日に、宮沢比叡と、事実婚と妊娠を発表した。黒島結菜は、もともとは芸能界を目指していなかったが、中学3年生の時に、母の勧めで応募した、エルコム沖縄のイメージガールコンテストで、特別賞の沖縄美少女図鑑賞を受賞し、モデルとして同志に出演。ソニーミュージックアーティストの目に留まり、同事務所に所属して芸能界入りした。黒島結菜は、学生時代駅伝チームのキャプテンで、 アンカーを担当し、優勝するほどの運動神経の持ち主であった。黒島ゆいは、人生最大のモテ期は、中学生時代と語り、黒島ゆいを告白するためのスポットが存在していた。黒島ゆいは、父親が運転する車に乗っていたときに、エンジントラブルに遭い、焦る父親に対して、車をいい子いい子したら治るよと、エールを送った。黒島ゆいは、旅行が趣味で、思いつきで、一人でキューバに行き、陽気なおじさんについて行って、すりに会ったことがある。